ヤマハ XJR、XJR、XJR とは、ヤマハ発動機が製造を販売している、空冷エンジン搭載のネイキッドタイプのオートバイであり、シリーズ車種として、排気量別に、数車種が生産されている。通称、ペケ JR と呼ばれる場合があるほか、省略して、ペケ J とする場合もある、ヤマハ XJ400 が、ペケ J の愛称で親しまれたことに由来する。 XJR1200 は1994年に発売された。先行して発売されていた XJR400 の大型自動二輪車仕様であり、車体種別はネイキッドタイプで、エンジンは4ストロークク冷、ー、並列4気筒であるが、これは同社のツアラーモデルである FJ1200 から流用されたものであり、排気量は 1188cc である。二輪用。 空冷4気筒エンジンでは世界最大の排気量である。同時期に発売されていたホンダ CB1000 スーパーフォアの対抗車種として人気を博した。1996年には当該車種をベースにハーフカウルを装着し、合わせてメーター類をハンドルマウントからカウルマウントに変更した XJR1200R も発売された。 基本モデルほどの台数は出ず数年間で生産終了となった。XJR1300 は XJR1200 のフルモデルチェンジ版として1998年に発売された。エンジンは同じく4ストローククーー、並列4気筒であるものの総排気量は 1250cc に増やされ一回りトルクアップを墓。1200との大きな違いはメッキシリンダーへ変更し、 高熱効果を高めている。さらに単造ピストンの採用によるエンジン性能のアップやタイヤサイズやサスペンションセッティングの変更による行性能の進化が図られた。また外装もリアフェンダー周りが一新された。さらにエンジンカラーがブラックからシルバーへ変更された。1200同様大型車両の堂々たる風格と中型車並みの軽やかな操作性を合わせ持つのが特徴と言える。 車体全体に約200箇所に及ぶ改良を施され、アクセルレスポンスの向上、そして足回りを中心にトータルで8ラムの軽量化を達成した2世代目となる。平成13年騒音規制に対応すべく、容量を増大したサイレンサーを採用。また、同車輸出用大型二輪車回 ZS 線と同系の軽量前後ホイールに換装。 先に軽量化を達成していた2000年モデルと比較し、さらに 2kg の軽量化を達成した3世代目モデルとなる。ちなみに2004年より全世界共通となる時速 260km フルスケールのスピードメーターがそされている。平成19年排出ガス規制に対応するため、同系のエンジンとしては初めてファイを採用。また、 サイレンサーは両側出しから右側集合となり、排気デバイス XP が採用された。日本国内使用は2017年にメーカーより生産終了が公表されている。ブレーキキャリパーに安価なタイプを使用し、リアサスペンションの調整機構を一部省略した輸出仕様も存在し、国内使用モデルが 100PS なのに対し、 こちらは 106PS の最高出力を発揮していた。2015年モデルの欧州仕様より、モデルチェンジが行われ、ヘッドライトと燃料タンクを小型化し、シートレールの長さも縮めており、カフェレーサーを意識した車体デザインとなっている。なお欧州での社名は変更されていないが、日本への逆輸入を行っている、プレストコーポレーションでは、 XJR1300C として販売している。XJR400 は1993年に販売された。1980年代前半に発売されていたヤマハ XJ400 のイメージを踏襲し、空冷最速のネイキットを目指して開発された車両である。同時期に発売されていたホンダ CB400 スーパーフォア、川崎ゼファーのライバルとして、 人気を博した。初代から1年を経て、モデル名に S を冠した XJR400S として、モデルチェンジした。初代、XJR から変更点は、エンジンのトルク設定、年長設定が変更となった。また、オーリンズ製のリアサスペンションを標準装備として採用したことが、特徴的な変更点と言える。その一方で、後年に、 ブレンボ製が装着されることになるフロントキャリパーは XJR400S では以前と同じノーマルであった。モデル名に R を冠した XJR400R が発売された。先代の XJR400S との差別化が図られ、オーリンズ製リアサスペンションに加えてフロントブレーキにはブレンボ製キャリパーが装着された。 XJR400R2 が発売された。ビキニカウルとデジタルメーターを装備し、黒メッキ仕様のマフラーなどが特徴のモデルである。なお、R2 には2種類のモデルがあり、角形ライトでカウルがついているモデルと、従来通りライトが丸型で、オドメーターと燃料系がデジタルになっているモデルとが存在している。また、メッキマフラーを装備しているバージョンもあった。だが、 この R にはあまり販売台数がない。デジタルメーターなどが目新しい以外にアピールポイントがなかったため市場に受け入れられ販売不振に陥ってしまった。そのため中古市場においては希少者となったものの売れ残りの新古車が2000年代に入ってから市場に出回ることも珍しくない。実質3度目のモデルチェンジとなる。 燃料タンクの容量が18リットルから20リットルに変更になった。エンジンの塗装がそれまでの黒色から同年デビューの XJR1300 と共通イメージの銀色に変更を受ける。カラーラインナップはシルバーとグリーンとレッドの全3色。一部カラーリング変更のマイナーチェンジを受ける。カラーラインナップはシルバーとグリーンが継続され、 新たにブラックが登場。ボディカラーが、ブラックのモデルのみエンジンが黒塗装となり、合わせて、マフラーも黒に変更される。再度、一部カラーリング変更のマイナーチェンジを受ける。新色となるホワイトが登場し、黒色塗装のエンジンと黒のマフラーを装備。ブラック、黒エンジン、黒マフラー及び、シルバー、銀エンジン、メッキマフラーは、前年より継続となる。 4度目のフルチェンジでは250箇所以上の変更を受けて各部を熟成。4から2から1マフラー化と点火時期見直しで低中速での加速フィール向上、東南浴室装置イモビライザーの装備、XJR1300 同形上のメーター採用など装備も熟成された。2006年末に行われた色変更をそのまま継承。FI41 成立フォーク。 3.00から17、4.00から17、ホイールに、オーリンズ製、リアサス、1300と同じワンピース構造の住友製、MOS キャリパー消結パッドなど、ミドルクラスの枠にとらわれない上質感も売り、長い間販売され続けていたが、自動車排出ガス規制強化のため2008年9月に生産終了となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。